バストの悩みは女性にとって、奥深きもの。だって、大きくても小さくても悩むのですから。最近では、壇蜜さんのような、美しく艶っぽい胸になりたい、と、願う方も多いことでしょう。そこで今回は、バストのプロフェッショナルと、言っても良い、ニューヨーク初のランジェリーショップ、ブラデリスニューヨーク、の、カリスマフィッターさんに、美胸を遠ざける下着の選び方や付け方はもちろん、美しい胸をキープする日々の、心構えまでを伺ってきました。まずは早速、胸を老けさせるブラジャーの、NG な選び方や選択の、仕方について、チェックしていきましょう。1、購入時にフィッティングを、行わない。下着をまさしく選ぶためには、ショップのプロによる採寸、フィッティングがマストです。信頼できるフィッターを見つけ、長くお付き合いすることをお勧めします。年月とともに体ラインの変化はもちろんのこと、ライフスタイル、ファッションスタイルなどの変化に合わせて、下着のスタイルも変わります。信頼できるフィッター選びは、かかりつけのドクターや日々の心身のバランスを整えてくれる、エステやマッサージサロンなどとお付き合いするのと、同じことと考えてみてはいかがでしょうか ?2、自分の年齢や肉質、バージスラインを意識していない。ご自身の肉質、流れている脂肪のように、合った形状のカップ、合ったサイズを選ぶことが何よりも、大切です。特にバージスラインと呼ばれる、ブラジャーをつける正しい位置である胸の膨らみが始まる部分に、ワイヤーを合わせることがポイント。年齢、肉質に合ったブラジャー選びが、美しい胸を作るためには、不可欠です。3、ブラジャーを洗濯機で、ガンガン洗っている。実はブラジャーの洗濯表示は、ほとんどが手洗い表示になっています。ワイヤーや繊細なレース、寄せ効果のある立体のカップが、大切なブラは、手洗いが必須です。ここでは、ブラデリスニューヨーク、が、推奨している下着用洗剤、フォーエバーニューを、使った、簡単つけ置き5分の洗濯方法を、ご紹介します。1、洗面器または洗面所に、ティースプーン1杯分の、フォーエバーニューを入れ、ぬるま湯のシャワーを当て泡立てます。2、そこにブラジャーを5分間浸します。押し洗い、揉み洗いは不要です。3、5分経ったら取り出して、2回シャワーですすぎます。4、タオルでくるみ水分を、吸い取ります。5、カップを整え、カップ下のアンダー部分の、両サイドを吊って逆さまにして、陰干しをします。やむを得ず洗濯機で洗う場合は、必ずドライコースで行ってください。ドライコースは、衣類に強い力が加わらないように、洗うコースです。立体のブラ専用ネットに、入れて、洗剤は、フォーエバーニュー、もしくはほぼ柔軟剤が、入ってないタイプで行うのが、ポイント。柔軟剤が入るとカップが、崩れてしまったり、アンダーベルトが伸びるなどブラジャーの、キープ力が衰えて消耗に、つながります。いかがでしたか?美しい胸をキープするためにも、ブラの正しい選び方や選択の仕方を実践していきましょうね。バストの悩みは女性にとって奥深きもの。だって大きくても小さくても悩むのですから。最近では壇蜜さんのような美しく艶っぽい胸になりたいと願う方も多いことでしょう。そこで今回はバストのプロフェッショナルと言っても良いニューヨーク初のランジェリーショップブラデリスニューヨークのカリスマフィッターさんに、美胸を遠ざける下着の選び方や付け方はもちろん、美しい胸をキープする日々の、心構えまでを伺ってきました。まずは早速、胸を老けさせるブラジャーの、NG な選び方や選択の、仕方について、チェックしていきましょう。1、購入時にフィッティングを、行わない。下着をまさしく選ぶためには、ショップのプロによる採寸、